ハイランダーズはスーパーラグビーに参加するニュージーランドのラグビーユニオンチーム。本拠地はダニーデンのカリスブルックだったが2011年からはホーサイスバースタジアム。1996年創立。南東下部に位置するオタゴ、ノースオタゴ、サウスオタゴの各ラグビー協会所属選手とドラフト選手により編成され毎年2月から5月まで開催される。 スーパーラグビーに参加するプロフェッショナルラグビーチーム。ラグビーニュージーランド代表に多くの選手を輩出する名門チームである。スコットランド移民が多く住むダニーデンにあるチームのため、ハイランダーから名を取りチーム名に採用している。チームカラーは青と黄色。2013年シーズンにパナソニックワイルドナイツの田中志郎が加入、2016年まで在籍した。 2015年にプレイオフ決勝でハリケーンズを破り、悲願の初優勝を果たした。2016年までヘッドコーチを務めたジェイミー・ジョセフがラグビー日本代表ヘッドコーチに就任したことから、翌2017年シーズンは、同チームの OB であるトニー・ブラウンがヘッドコーチに就任。アシスタントコーチには前年までサム・ウルブズのヘッドコーチを務めたマーク・ハメットがついた。 2021年シーズンに、トヨタ自動車ベルブリッツの姫野和樹が加入。10、1996年シーズンから2005年シーズンまでは、スーパー12での成績。2006年シーズンから2010年シーズンまでは、スーパー14での成績。2011年シーズン以降は、スーパーラグビーでの成績。2020年シーズンは、スーパーラグビーアオテアロアでの成績となる。 2021年のスコットは次の通り、ありがとうございます。